はい、レコーディングで使ったギターを紹介します。これはムーンの、レゲエマスターですね。前回紹介したのと同じなんですけど、これをレコーディングでも、使用しました。もう一人のギターの成京が結構リードをずっと弾いてくれるので、僕はコードを、担当してるんですけど、これフロントピックアップで、そのままこれを、マーシャルの900に直で刺して、ずっとレコーディングにしました。バッキングはずっと左右でこのギターの音が鳴ってる感じです。こんにちは。今回レコーディングで使用したギターを紹介したいと思います。まずこちらですね。これ前にギターレーダーの取材してもらった時に紹介してたギターですね。まあだいたい歪みの音とかリードの音で使いました。まあ響きはだいたいこんな感じです。まあこんな感じですね。じゃあ次のギター紹介したいと思います。こちらが、クリーンで使ってたギターですね。まあさっき紹介したギターより全然昔に作ってた、多分わかんないですけど15年ぐらい前からあるギターですね。自分がギター始めた時もこのギターで始めました。響きはこんな感じですね。まあとても鳴りのいいギターですね。以上です、はい。レコーディングで使用した足元を紹介したいと思います。とは言っても使っているのが全然歪みもアンプの900の歪みだったしなんで、使ったのはディレイだけですね。こちらのライン6、皆さん大体の人はご存知だと思いますが、どんな感じで使ったかちょっと弾いてみたいと思います。こんな感じですね。まあそうですね、まあ普通にディレイとして使ってますね。であともう一つ、これちょっと特別な音なんですけれども、こういう音もちょっと使いました。というまあちょっとフランジャーとはまた違って、なんかちょっと機械っぽい音といいますかね、まあ、そういう音も使ってみてますね。どんなところで使ってるかぜひ聴いてみてください。インビテーション・トゥ・カラー秘密兵器その1、サスペンドシンバルといいます。クラシックのコンサートでも使われている楽器、その種類の、シンバルになります。秘密兵器その2、ウィンドチャイムと言います。これはご存知の方も多いのではないでしょうか。こんなタンバリンも使いました。秘密兵器その3、これハンドベルで言って鈴なんですけど、ライブではこうやって振ってるんですけど、レコーディングの時は本来の振り方でこうやってレコーディングしてるんで、ぜひ入ってる音色を聞いて、楽しんでください。その他にもティンパニーとか入ってるんで、まあ、ティンパニーはだいぶいろいろ入ってるんで聞きどころがたくさんあると思うんで、ぜひいろいろ聞いてみてください。お願いします。